市出身の DJ カズです。2001年に DJ カズが主催したイベントにトクが参加し、2人は出会いました。建物としてのもうやっぱり日本の象徴だし、
上がった武道館のステージ、二人が伝えたかったのはファンへの感謝の気持ちでした。新潟のアーティストが武道館に立つっていうことが自分たちの中で大きな一つのこだわりというか誇りでもあったんですけど、それを実現できて、まあ、新潟の仲間たちにもいいとこ見せれたなと思うし、何よりファンのみんなが一番喜んでくれたと思うので。生まれ育った新潟を愛し、新潟から全国に音楽を発信し続けるキルクライン、早くも次の目標を見据えています。いつでもこう新潟を忘れずに、もう国内だけじゃダメだと思ってるので、本当にアジア圏、ヨーロッパ圏も視野に見据えて動きたいなと思ってます。まあ、ヒルクライム、まあ、これからももちろん新潟在住でやっていくので、ツアー以外でも新潟でも大きなライブをやろうと思うので、それまでも曲と、まあ、ライブだったり、それから